立衆は、戒律の研究と実践を行う仏教の一宗派で、ある。中国で、等身大に戒律について翻訳されると、東大には道の部が成立させた。日本には元人が伝来させ、なんと六宗の日本仏教の一つとなった。中国では、日本と異なり、正式な層となるには戒律を収めなければならなかった。ため、古くから研究が行われた。 当真に、重症率、四分率、魔化葬儀率などの戒律が簡約されると、戒律の研究が本格化した。北儀では、法里氏が四分立州を改装した。その後、知論州に属する、エコーが、立州の勢力を拡張した。東大には、ラムサン立州を開いた道信が出て、四分立行事象を著述して、改律学を大成した。道信は、 エッコーの系統に属しており、その門下からは、修州、道を、後継らの僧が出た。道信部の孫弟子である元人は、留学像の養成で、日本に律を伝えたとされている。一方、法令が、四分律を研究し、総部集を開いた。その弟子の開祖は、法令の、四分律書を批判して、新書を表し、塔頭集を改装した。その後、 総武州と東東州は衰退し、南山州のみが栄えて、壮大まで伝承された。一方で、偽上三造が多くの立証を簡約したが、立州の展開には影響しなかった。総本山東省大寺日本においても、比較的初期の段階で戒律が伝えられていたものの、不完全なものでその意義が十分に理解されずに一部の寺院における研究に止まり、 受戒の儀式も行われていなかった。天平商法5年、元人が6度の後悔の末に、唐から将来され、東大寺に会談を開き、聖無上皇や聖徳天皇をはじめとする人々に、日本で初めて戒律を授けた。後に、東正大臣を本拠として、戒律研究に専念し、なんと六州の一つとして今日まで続いている。元人が伝えたのは、 4分律によるものであったが、平安時代の最長や空海はこれを支持せず、空海は重症率を重んじた。このため、戒律に関する考え方が分散化して立衆は推微した。また、樹海そのものは、東大寺、延暦寺を中心に盛んに行われたものの、肝臓の資格を得るためのものとなり内容は、形外化していった。平安時代末期から、 鎌倉時代には自販、王絵が、戒律復興を論じ、それを引き継いで、家庭二年覚醒、有限、窓か春、英存の四人が国家と結びついた会談によらない自由形受会を行った。後に、佐藤市政は、四分立を重視して、東昇大寺を復興して、立衆最高の拠点としたのに対して、英存は、西大寺を拠点に、新言衆の、 重症率を中心とした、新言立衆を開いた。さらに京都潜入時の春城が、南宋より、新たな立衆を持ち帰った。このため、春城の、北京立と南都立と呼ばれた、東昇大寺派、最大寺派両派の三つの立衆が並立した。この三派の革新派を新技立と呼称して、それ以前の古技立と区別することがある。しかし、 結果的にこの新技律三派が議論と交流を重ねることで、立宗の進化と再興が進み、中世には、全宗と立宗を合わせて、全律とも呼ばれておもんじられた。室町時代には全宗に押されて、再び衰退するが、江戸時代には、明忍、トモソ雲領海、徳門、富弱、サダーツラ諸州の僧によって、再度戒立復興が唱えられた。 なお、明治初期には、東正大寺を例外として、他の立州寺院はすべて新言州に所轄されたが、1900年、立州として独立した。改律の研究と実践を、主とする。ありがとうございます。